湯布院駅は、大分県湯布市湯布院町川北にある、九州旅客鉄、道久台本線の駅である。湯布院温泉などの観光地を要する湯布院地区の拠点となる駅で、湯布市で上高人員が最も多い駅であり、特急、ゆう、ゆ院の森を含め、全列車が停車する。運行上の要衝でもあり、当駅を始発、終着とする列車も、 特急の一部を含め多く設定されている。野屋駅方面から、前路は北東の方向に進んできたが、当駅の前後から向きを180度変え、今度は南西の方向に進み始める。令和2年7月豪雨の影響により、当駅からの列車の発着はなくなっており、代行バスが亀の居バス、遊夫院駅前、バスセンターより発着している。駅舎に接した短式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線の合計2面3線の他に、留置線1本を有する地上駅である。ホーム間は、湖泉橋の他に、スロープと構内踏切でも接続しており、車椅子も利用できる。直営駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機はないが、駅舎のデザインに準じた独自の自動券売機が1台設置されている。現役舎協用時から、 ラッチのない改札を行い、駅員が広い出入り口の横で改め修札する。駅舎は1990年春工。大分県出身の建築家、磯崎新の設計によるもので、礼拝堂がイメージされている。木造で黒塗りの外観を持ち、中央部は高さ12メートルの吹き抜けのあるコーンコースで隣接して観光客と地元文化の交流を目指した。 イベントホールを兼ねた待合室が配置され、改札口がない構造となっている。コンコースとホームは風を防ぐ大型で厚いガラス扉で仕切ることができ、待合室には温泉水を利用した床暖房の設備がある。湯布院町と JR 九州が約2億円の建築費用を半分ずつ負担して完成した。駅舎構内に湯布院温泉観光案内所があり、 辻馬車やスカーボロの予約などもここで行う。駅と温泉宿泊施設との間での手荷物託送サービス。湯布院窒キも駅前通りを挟んだ駅舎向かいの建物で提供されている。駅レンタカーや一般の警戒車と電動アシスト自転車の貸し出しを行うレンタサイクルも営業している。ラクチャリ設置駅。接近メロディー、発車メロディーに向かいや実る作曲の楽曲。 エレガントトリップを使用している。一番乗り場の下方向のホーム端には足湯がある。入場券とは別に、同額の足湯券を購入することで利用でき、絵はがきにもなる足湯券のほか、手ぬぐい一枚がついてくる。男女共用の足湯のほか、周囲に壁が張り巡らされた女性専用の足湯もある。当駅と同じく駅構内に足湯を持つ。 京福電気鉄道嵐山本線嵐山駅、嵐山温泉、駅の足湯及び、阪急電鉄美濃線美濃駅、もみじの足湯と、姉妹提携、足湯三姉妹を行っている。1965年度には、乗車人員が46万7834人、降車人員が48万2921人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。 2015年度の乗車人員は459,387人、降車人員は475,861人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。土産屋などの商店が並ぶ。 駅前通りの真正面には湯部岳がそびえる全国屈指の温泉街として栄える湯布院の市街地にあり、湯布市湯布院庁舎や湯布院温泉にも近い。また、駅からは湯部だ岳を真正面に望むことができる。駅前には乗り入れないが、徒歩1分の亀の居バス、湯布院駅前、バスセンターから以下の路線が発着する。男子トイレへの案内表示九州旅客鉄道日し、大本線。 野谷駅、由布院駅、南由布駅。ありがとうございます。